私の名前はナヤホノカ。なぜか男の刑務所にぶち込まれちまった女受刑者だ。私は昔から救いようのない悪でさ。この薬めっちゃ効くんだぜ。マジで？ちょっと吸わせてよ。薬に喧嘩、何でもござれだったわけ。そんな私は不良の世界でも有名で。やべえ、ナヤホノカだぜ、あの噂の。実は私には裏社会でも通用するとある才能があったのだ。それは泥棒の才能。ちゃちゃっとやっちゃいな。おっす。宝石の窃盗が大の得意だった私は、自分の窃盗団まで作って女リーダーを張っていた。いろんな宝石店を荒らし、被害総額1億円。逮捕されたこともあったけど、ふん、またやってやるわよ。出所すれば懲りずに犯罪を繰り返す毎日、男顔負けの極悪ギャングだったわけ。しかしそんなある日。ナヤホノカだな、おとなしくしろ。やば、くそ。逮捕に焦った私は強引に振りほどいた。あ、このまま逃げるぞ。やば、死んでないかしら。あろうことか警官を殺しかけてしまった。こんな大事件を起こして逃げ切れるわけもない。当然全国指名手配されちゃって、さすがにやりすぎたわ。あえなく御用となったのだ。逮捕された私は当然女子刑務所に入るはず。また無所暮らしか。慣れてるからいいけどさ。今更無所なんて怖くなかったのだが、収監先はまさかの男子刑務所。は？私女なんだけど。女なのになぜか私は最強の LB 級男子刑務所にぶち込まれることに。 LB 級ってのは刑期が10年以上の極悪犯のことでさ、私はそんな凶悪犯ばかりの男子刑務所になぜか拘置される羽目になったのだ。極悪すぎたのか。女子刑務所なら慣れたもんだけど、ここはそんな弱なとこじゃない。極悪犯しかいない LB 級刑務所、私でも異様な威圧感を感じたわ。男の刑務所に女一人ってことで、移動には常に刑務官がついて回る日々。まあついてなければ一瞬でむちゃくちゃにされるだろうね。でも私はその辺のやわな女じゃないのよ。か弱いお姫様みたいに扱ってくれちゃってさ、こんな窮屈な思いごめんなんだけど。そんな文句を言うと。いいかなや。何よ。溜まってる男を舐めるなよ。女なら刑務官ですら何十人で襲うんだ。マジで？どうやら昔、女の刑務官が囚人に襲われた事件があったらしくて、用心するに越したことはないのだと。ここにぶち込まれてるのは長期刑の奴らばかりだから。もう一生女と縁がないかもしれん奴もいる。捨て身の人間が何をするかわからんぞ。マジ？刑務官の忠告で私は改めて自分の状況を理解した。確かにめっちゃ視線を感じる。この分だと VIP 扱いも仕方ないわね。そんな男子刑務所には女子刑務所よりいいところも。それが食事。こんなに食べていいの？食事まで男向けなので、がっつりたくさん食べられるのだ。ここにはうざい女の囚人も陰湿ないじめもない。うーん、幸せ。男子刑務所に来てよかったかも。そんなことを思った時期もあったのだが、しばらくすると別の問題が。寂しい、話し相手が欲しい。女一人の私は他の受刑者との交流があるわけもなく、次第に孤独に苛まれるように。しまいにはひょっこり出てきた雲にまで話しかけて、迷い込んじゃったのかしら。ここに巣を作ってもいいのよ、一緒に暮らしましょう。はたから見れば完全にヤバいやつだったと思うわ。でもそれくらい寂しかったの。女子刑務所は陰湿なところも多いけれど、完全に一人よりはマシか。女なんだからやっぱり女の刑務所に入れてよ。なんで男の刑務所なの？やっぱり人間いるべきところにいるのが一番ね。